都心回帰とは、地下の下落によって都心部の居住人口などが回復する現象で、日本においては、東京特部、大阪都心6区など都市部で見られる。1980年代頃から、欧米などの先進諸国の一部の大都市圏において、その中心部の人口の回復、再成長が指摘されるようになったことに橋を発する。これを特にモデル化したものとしては、都市化。 郊外化の後に半都市化を経て再都市化へ向かうとした LH クラーセンの都市循環仮説が挙げられる。日本では1990年代中後半頃から使われ始めた。原因として少子化と高齢化による人口減少社会などが挙げられる。高度成長期以降、地方から大都市圏への急激な人口流入によって地価が急騰したこと。 都心周辺の交通事情や衛生環境が急速に悪化して都市郊外と指摘されるほどになったことなどから都心より離れた郊外に庭付き一戸建てを手に入れることが人々の憧れとなった。このため都心部の人口は一貫して減少し一方で郊外の人口は爆発的に増えることになり郊外化、ドーナツ化現象が起きた。 しかしバブル崩壊以降の地下下落、企業、行政の有給地放出、不良再建処理に伴う土地の処分、高層住居誘導地区の導入、タワーマンションの定着によって、都心での不動産取得が容易になったこと、都心の利点が見直されてきたことによって都心部で人口が増加に転じてきた。こうして、都市部の地下高騰に伴う都心の人口減少や、 夜間人口の減少、人口のドーナツ化、公害化が進む間、その対策として、人の呼び戻しや定住化を進める、都心居住という観念が現在示されている。都心居住の目的として、都心に古くから形成される伝統的コミュニティの維持と、社会的安定性の確保、自治体の存在基盤としての住民確保、議員定数による、 政治的発言力の維持、保育所や、小中学校をはじめとする既存の都市施設の有効活用、食住近接による通勤ラッシュなどの交通網への負担の軽減、などがある。2002年頃から、単なるスポットの開発ではなく、面的な展開を見せ始め、かつてのドーナツ化に対し、アンパン化現象と呼ぶ論者もいる。三大都市圏を中心に、 全国の政令指定都市においても、同様の現象が見られる。また、豪雪地帯にある都市では、マンションの管理人が除雪、融雪をするため雪かきの必要がない、降雪時の通勤渋滞に巻き込まれない、住宅性能が高いため少ない高熱費で、暖かいなど、冬季の生活の質向上が、都心回帰の動機の一つでもある。高度経済成長期以降は、 劣悪な住環境の都心から、環境も、よく住宅の延べ床面積もより広い郊外、マイホームへの住み替え需要があり、バブル景気期は、都心の家賃上昇による住み替え需要があって、東京都心近郊のベッドタウンの人口は高い、増加率を見せていた。しかし、これにより、郊外路線でも、満員電車が状態化、少子化時代を迎えても首都圏では名半ほど、 電車の混雑率は下がっていない。2003年3月に東京都が実施した通勤時間に関する意識調査によると回答者の80%以上が受任限度は1時間以内と回答している。言い換えると都心のオフィスワーカーにとってはドアツードアで1時間以内にたどり着けない立地の住宅には住みたくないということである。これは今ある通勤券が 面的に縮小することを意味しており、通勤60分圏の外側部に大幅な社会人口減をもたらす可能性を示唆している。少子高齢化の進展に伴う各家族世帯の構成人数の減少、各家族から子が別世帯として自立して、老年夫婦世帯へと転換するなど、世帯人数の減少と、 世帯数の増加によって一世帯が必要とする、延べ床面積が減少する中、郊外一戸建てからダウンサイジングして、マンションに住み替える需要もある。しかし、郊外住宅地では高さ制限があるため、高層化による、廉価マンションを供給しづらい。そのため、ベッドタウン世帯のダウンサイジングによる住み替え需要は、都心回帰減少の一部に吸収されるほか、 高層化が可能なベッドタウンの駅前や大通り沿いにも吸収されており、ベッドタウンの人口分布は地域全体にほぼ均一だったものから一部に集中する傾向を見せている。都心だけでなく近郊地域の人気も高まっている。東京一極集中やロードサイド店舗の増加による物販の公害化によって、 東京都心近郊自体を職場とする労働者も増加しているため通勤60分圏内の郊外にある神奈川県川崎市、千葉県市川市、埼玉県埼玉市や川口市などの東京都心近郊のベッドタウンでは高い人口増加率を見せている。1990年代の後半より首都圏及び京阪神都市圏にある大学の都心会議が始まった。 1970年代後半から1990年代にかけて郊外に広大なキャンパスを取得し移転した大学が特に2010年代に入って都心に回帰する動きが加速している。また都心の交通支便な場所にサテライトキャンパスを置く大学も増えている。もともと第二次世界大戦前から大手民間鉄道各社が 沿線開発の一環として大学などの高等教育機関を招致する動きを見せていた。一番積極的であった東京急行電鉄は、旧西東京高等工業学校や旧制慶応義塾大学予科、旧制東京第一師範学校、旧制府立高等学校、1932年に、目黒区役もへ移転。現在は、 東京都八王子市南大沢へ再移転などを沿線へ誘致している。この施策によって郊外の地価の上昇などの成果が得られたため、第二次世界大戦後まもない頃から、他の大手民鉄も追従することとなる。特に東京ではその動きが顕著であり、明治大学や立教大学、東洋大学のように鉄道会社が、 自社沿線の郊外地域に土地を提供して、そこへ大学が新キャンパスを設置する動きは存在していた。これが顕著になるきっかけは、文部省が1960年代後半から都市部への大学の極度の集中を防ぎ、地域間隔差を是正するため、東京23区内を呼び、大阪市周辺に本部を置く大学が昼間学部の学部、学科増設や、 定員の増加を申請してもこれを認可せずに抑制していく方針を取ったことである。この方針は1975年に成立した私立学校振興助成法が設立するとさらに強くなり、首都圏規制市街地工場等規制法及び近畿圏規制市街地工場等規制法の制定もあって、高知を拡張させて定員を増加させるなどといった方策は事実上、 不可能になった。この頃郊外では、ニュータウン開発などが進み、都心部の人口増加には、歯止めがかけられたが、昼間人口は依然として増え続けていたため、大学の郊外移転を進めたいとする考え方があった。学部増設、定員増加を希望していた、大学側のこの動きに乗り、1970年代、前半から徐々に一部の学部や教養課程を郊外へ、 移転する大学が増えた。その中で1978年には、中央大学が都心に本部を置いていた大学としては初めて、大学本部も含めて、八王子市に郊外移転を実施した。この動きに、他の大学も追従、相次いで郊外へ全面移転する大学が現れた。国立大学でも、国家プロジェクト的な郊外移転といえる筑波大学を、 はじめとして、タコアシ大学状態解消を名目に、全国的に郊外の広い用地を確保した上での移転が目立った。この動きは、第二次、ベビーブーム世代の急増期まで続き、この時期には、従前に、郊外型キャンパスを設けなかった早稲田大学が、埼玉県所沢市に、新キャンパスを設け、慶応義塾大学が、神奈川県藤沢市に、新キャンパスを設けた。 なお、最も新しい公害移転として、青山学院大学が2003年に世田谷キャンパスを売却し、理工学部を相模原市に移転させたケースが挙げられる。こういった大学の郊外移転により、多摩ニュータウンの近辺、特に八王子市内にキャンパスを置く大学は増加し、現在では、高等教育機関が23校存在し、外国人留学生、 約3100人を含む約11万人の学生が学ぶ全国有数の大学都市となっている。この結果、1990年代の一時期は大阪市に存在する4年生大学が一桁になるという状況まで発生した。高層化の先駆け、工学院大学新宿キャンパスは大学日本一の高さを誇る。 都心回帰の動きを進める大阪市立大学当初、郊外型キャンパスは、欧米の大学長のイメージも、相まって、空気が、きれい、キャンパスが広い、自然が多いと受験生に評判が良く、文化講座などによってその地域へ、大学の地を還元することができるとマスメディアでも、大変に評判が高かった。また、鉄道会社にとっても、 都心への通勤ラッシュとは逆の郊外への朝の大量通学輸送が期待できるメリットがあった。しかし、バブル経済が崩壊し都心の地価が下がったことに加え、少子化で受験競争が緩和された受験生の選別意識が高まり郊外キャンパスが敬遠されるようになった。また、キャンパスが大阪府吹田市や豊中市などの郊外へ分散した大阪大学や 広島県東広島市などに大学が分散した広島大学といった政令指定都市の都心部に若者が減り都市活力の低下が指摘されるようになるなど郊外移転が推奨されていた時期とは全く逆の動きが現れた。さらに文部省も1990年代になると大学設置基準の対抗化に伴い大学、 学部設置等の認可に対する抑制方針の見直しが行われ、都心部での学部増設や定員増加を認めるようになる。この方針を反映して建設されたのが、明治大学のリバティタワーや法政大学のボアソナードタワーなどである。2002年に、首都圏規制市街地工場等規制法及び、近畿圏規制市街地工場等規制法が、 廃止されると、用地取得に制限がなくなり、高層校舎の建設だけではなく、周辺の土地を取得することでキャンパスそのものを拡大させて、定員増加、学部増設を図るようになる。東洋大学は隣接する住宅展示場跡地を取得し、2005年度から従来は、 朝霞キャンパスと白山キャンパスに分断されていた文系語学部を都心の白山キャンパスへ統一した。これは日本国内で都心から郊外へキャンパスを移転した大学としては初めての全面都心回帰であった。東洋大学が入学志願者数を急増させると郊外移転した大学が都心回帰をさらに検討するようになった。その他、 共立女子大学、昭和音楽大学なども、本部のあるキャンパスへ、全面的に回帰、女性大学が、東京都千代田区に、帝京平成大学が、東京都豊島区にキャンパスを新設するなど、都心進出の動きを見せている。また、実践女子大学も三学部中二学部を、渋谷キャンパスに移転した。特に、郊外移転の先駆者であった。 中央大学法学部の都心会議は話題を呼んだ。中央大では学生の側からも都心会議の要求が根強く、学生組織、多摩キャンパスを都心に近づける会が全学部の都心会議を要求し、中大多摩キャンパスの建物を都心側へ押すパフォーマンスを行っていた。近畿圏においても神戸学院大学が 神戸市中央区のポートアイランドの再開発事業の一環として都心部に大規模な新キャンパスを開設する動きがある。大学の町として知られる京都でも、同志社大学が京都市上行区の系列の中学を移転させ、大学用地を拡張した。京都市営地下鉄東西線沿線の再開発により、立明館大学のほか仏教大学や京都学園大学が都心部に、 キャンパスを構えるようになった。また、大阪市立大学や関西大学、龍谷大学など、大阪市中心部の梅田や中野島に、サテライトキャンパスを設置するケースが増えている。近畿圏では、今後も、京都市立芸術大学の京都市下毛業区への移転などが予定されている。都心型の大学の多くは、ビルキャンパスを、 教室旨として使用する大学も多く、中には地上15階を超えるタワーキャンパスも多い。明治大学や法政大学に代表されるタワー型のキャンパスは主に東京都心に立地したが、2010年代に入り3大都市圏の各地でも計画されるようになった。大阪工業大学の多いと梅田タワーや愛知大学が都心に タワー型キャンパスの名古屋キャンパスを設置した。また、神奈川大学が横浜港未来21地区に進出することを発表している。大学の都心回帰に関しては以下のような問題点も指摘されている。大学移転後の自治体へのダメージ大学が移転することで生じる学生相手のビジネスや雇用の消失。 巨大な空き地を残すことでの街づくりへの弊害など、大学移転後の自治体へのダメージは深刻である。本来は、社会貢献が大きな課題の一つであるはずの大学が、このような事態を引き起こしていることには、疑問や批判の声も上がっている。一例としては、久喜市は、東京理科大学経営学部の移転に際し、長年養ってきた市と大学の信頼関係を、 損なう行為として撤回を強く求めた。また、朝霞市から東洋大学が撤退する際には地方が欲しがっている大学があっさり去っていったのは残念。特に今後の地域運営における重要戦略である福祉政策のブレーンであったはずのライフデザイン学部がなくなった影響は大きいとの声もあった。社会学者の新宮美氏は 郊外の衰退が起きているからといって、大学がそれに同調して都心に移転すると、郊外は一層衰退してしまいます。こうした点について、大学は説明責任を果たす義務があるでしょうと述べている。その一方で、郊外やベッドタウンに泊まる選択をした大学が、どのように自治体と協力していくかにも注目が集まっている。地域社会に貢献する大学。 大学の魅力向上に協力する自治体という地元との結びつきの中で学生が様々なことを学べるという新しいモデルも形成されつつある1年間の人口増加数が多い自治体これらの地域は東京23区大阪市など大都市の中心部から距離があるものの比較的鉄道の便が良く大都市中心部まで列車で通える地域にあり 郊外のベッドタウンとしてバブル期や1990年代まではほぼ順調に人口増加を続けていたがその後人口動態が社会減に転じたところが多く一部の地域においてはすでに自然減や総数減少にまで移行している東京都市圏に含まれているもしくは含まれていた市町村の中で増加から減少へ転じた自治体を挙げるありがとうございます